どうもこんにちは、東北キリタンです。前回言った通り、レインボー発電機を作っていきます。レインボー発電機は、これまで作ってきた EXU の発電機をすべて材料に使うので、材料はほぼすべて揃っています。はい、下半分を作って、上半分を作って、レインボー発電機を作りました。こちら、すごい発電量を持つ発電機になりますが、稼働条件が厳しいので動かしません。クエストが作るだけで、よかった。報酬は、レア度が高いだけの不要アイテムでした。もうすぐドラコニック装備を作るので、ミスティカルの装備は作るつもりはありません。あ、こっちはいいね。発電機つながりで、エクストリームリアクターのクエストもやっていきましょう。基本セットを揃えていく感じです。まず、石炭を精錬してグラファイトにして、リアクターケーシングコアを作りの、リアクターケーシングを作りの、ウラニウムが必要の、ウラニウムってどうやってゲットするの？イエロリウムなら簡単に手に入るけど、それとは別だもんな。そうやって調べていたら、報酬から出てたイエロリウム鉱石から作れることが判明。まさかこんなところで役に立つとは。イエロリウム鉱石を濃縮チャンバーにかけると、ウラニウムの粉になります。それを精錬したら、ウラニウムインゴットになりました。もう、鉱石辞書に登録して統一しちゃえばいいのにね。そして今気づいたけど、必要なのは IC2 のウラニウムだったので、一度ナゲットにして、もう一度インゴットに戻して、IC2 のウラニウムにしました。なんか、とてつもなく非効率である。それでは引き続いて、リアクターコントローラーを作って、リアクターレッドストーンフラックスパウダータップを作って、名前長いね。リアクターアクセスポートを作って、リアクターヒュエルロッドを作りました。これがリアクターの基本セットですね。このリアクター、かなり良質な発電機ですが、今はソーラーがあるので使いません。報酬は、強そうだけどなんだかよくわからない杖でした。EMC 無相当量が溜まったということで、プロ入り回りのクエストをじゃんじゃかやっていきます。装備とツール、全部作っていきましょう。まず、ダークマターヘルメットを作って、ダークマターレギンスを作って、ダークマターチェストプレートを作って、ダークマターチェストブーツを作りました。さらに、レッドマター装備一式も取り揃えました。活用したことがないのでわかりませんが、すごく強そうですよね。まあ、さすがにドラコニック装備には勝てないでしょう。サクサクいきますよ。次は、ツール類です。ダークマターピッケルを作って、ダークマターハンマーを作って、ダークマターショベルを作って、ダークマターハサミを作って、ダークマターソードを作って、ダークマターアックスを作って、ダークマタークワを作って、それぞれのツールを、レッドマター製にアップグレードしまして、ツルハシ、ハンマー、シャベルを組み合わせてレッドモーニングスター、ハサミ、クワ、オノ、剣からレッドケーターを作りました。レッドモーニングスターは、採掘速度がめちゃくちゃ速くて、範囲採掘もできるツールです。整地にはめちゃくちゃ役立つと思います。レッドケーターの方は、材料にしたツールの機能を集約させた感じ。これで、残すはジェム装備だけとなりましたが、EMC が足りないので保留しておきます。報酬は、イエロリウム鉱石、竹、ただの装飾品、ヤバイベーコンという、散々たるものでした。ヤバイベーコンの在庫、1スタックを超えちゃって、余剰分を RS 倉庫に入れています。次は、ソーラーアレイを作るクエストライン、行きます。スカイファクトリーの時に相当お世話になった太陽光発電機なんですが、バージョンアップでとてつもなく面倒なことになってしまって、なかなか手を出せませんでした。では、始めましょう。まずティアー1ですが、いきなり見たことのないブロックを要求されます。リゼライト、という宝石を固めたブロックで、ダイヤと緑の染料、火打ち石で作るようです。ということでクリスタルを作って、コネクターを作って、モディファイアコンポーネントを作ろうとしたら黒のコンクリートが必要で、スポンジを作って、スポンジをふるいにかけてイカスミをゲットして、黒のコンクリートパウダーを作って、モディファイアーコンポーネントを作って、インターコネクトを作って、フォトボルタイックセルを作って、リゼライトソーラーセルを作って、ソーラーアレイコントローラー、ティアー1を作りました。ティアー1でこの面倒さ、これは先が思いやられます。まあ、クエストで要求されるのはコントローラーだけで、ソーラー自体の稼働を要求されてないのが救いか。このソーラー、コントローラーを中心として、マルチブロックを組む必要があるのです。で、ティアー2を作るには、新たな宝石が必要なようです。しかしこの宝石、さっきのようにクラフトで作ることができません。専用の装置を作って、掘り出さなければなりません。これがとってもだるいのですよね。ということで、ダイオードを作って、クリアーレーザーレンズを作って、ボイドオアマイナーコントローラー、ティアー1を作りました。これが、さっき言った機械です。
しかし、これを稼働するためにも、マルチブロック形式で装置を組み立てる必要があります。ということで、材料を確認するために、説明書を作りました。これは、エンバイロメンタルテックと、そのアドオンである ET ルナーの説明書です。こんな感じで、必要なブロックと空間がわかります。では、必要なブロックを取り揃えましょう。ストラクチャーパネルを作りの、ストラクチャーフレームを作りの、レーザーコアを作りので、また、クリアレーザーレンズを作りました。それと、組み立てを補助する、アセンブラーも作りました。ボイドワーマイナーを設置していきますが、下を岩盤か奈落にしないといけないので、掘って開通させます。石以外は何もない、ということはわかってるんですが、どうしてもちょっと掘りは怖いです。ジェットパックをフル活用して、絶対に地面に足をつけないという、強い意志が見られます。はい、開通です。暗くて怖かったので松明を置きました。この上にコントローラーを設置することになります。ほいっと。そしてコントローラーに向けてアセンブラーを右クリック長押しすると自動で組み立ててくれます。便利だね。ほい、組み立てが終わったら下に向けてビームが発射されました。エネルギーとチェストを隣接させたら稼働します。ボイドワーマイナーは鉱石類をランダムで掘ってくる装置です。ランダムで掘ってくるので必要なものをゲットするのはガチャを引くようなものです。確か、目的のクリスタルが出現する確率は 1% 台だったはずです。10% まで増やすことはできますが、そのために目的のクリスタルが必要になるという残念なことに。お、でも一つは出た。だがしかし、数十個は必要なのでね。磁流系の加速が効くのが救いですが、これは、掘っている間に別の作業をした方が良さそうですね。AE2 の残ったクエストでも消化しましょうか。でも、もうそろそろ時間が来ますね。今からそれをやっても尺オーバー病を再発するだけなので、次回に回します。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。